生が両方なんですよ。両方が父が台湾なんです。台湾の国が見たいな、母は台湾の国みたいな感じで、だから日本の方が多いんです。台湾の方が多いんです。でも今ハーフだから話せるんです。もう実は外省人ね。ちょいそういう本名を見たことある。あ、お茶ハーフなのに食べたい。管理人、管理人やろよこれ。まあ知らなかったろ、もうダメだろ。そう、食べてたいっていうコミュの管理人さん。うそー、この顔本名見たことあるわ。管理人ってすごい、自分が立ち上げた。すごい、あ、管理人、管理人。そんなに頑張ってないよ。へぇ、すごい。いるんじゃない。すごい、560。リアルだ。入るわ。入りますか。入る。今入った。今入った。はい。でも、まだ見た目が日本人やから、まだマシかなと思う。なんか見た目がね、その欧米人とか出てたら、ぐらいやろうなと思って。でもすごいじっくり見た目だ。なんかまだ知ってるような感じも気になるんだけど、私は割と全然だよ。遠いから、だって普通にナンバーあれで覚えてるよ。おいおい、見た感じ、ジーパンの裾みたいな。ああ、そういうところなの。顔じゃないんですよ。ないな、なんか髪のボリューム声でもね。ああ、でも出てくるんですよ。髪の毛出てこない。うんうんうん、うん、香港とか、あ、パシトレンジもらっていい。旅行の限りは。え、飲んだ。わかったよね。あ、じゃあいいですか。すみません。もう飲んだ。早っ。早っ。早っ。こんなに飲む。早っ。あったかいウーロン茶。でも、じゃあね。で、よくやるよね。だけにやっとくわ。どうやったらいいの。北京から連れてかれるんですけど、他のところにあるんですけど、なんかでね、なんか乗ってみるとね、なんか前になんか店員さんみたいなのがあって、何してんねやろ、何万円、何万円乗っとんねんみたいな。うわっ、お前も北京機械かみたいな。どこも適当や、向こうで安全機で引っかかったから。ベトウェイとかも北京行った時に、大都、あの、すごい安いところですけど、街の中行ったら、あの、なんか暑いから、何にもないんですよ。普通にもないんですけど、みんなは一通り食べてる。下がってるんでしょ。そうですね。重さで。2度だけなんですよ。2度だけ。だから前に入れなければならないの。前に、流れてきたら、この子が。そう、見えるんですよ。なくて、なんかそんな感じだ。どうしたんやと思って、ちょっと横に見てたら、ちょっと横の方向に向かって、行くときにやっぱりね、そういう時期がないところに行くのはちょっと勇気がいるかな。あ、旅行は多いですけどね。あと携帯の時も後輩が大好きな人で、携帯をおしゃべりから全然かっこいい、全然違うから。大丈夫ですよ、もう。はい、ゴーゴー。女の方がいらっしゃったら、ラテン教会大将、うん、大将、大将、でも、隣さんやらかったり、大将って、テレビですごいよ、大将になってるから、土曜日、駅に乗って、隣さんなんてね、それはあれで、あれ見てたらどうですか？また、芸能人が手が高くて、すごい。絶対相手さんはプロですからね。
たまに発表会とか見てる限りは衣装はもっと話したらどうぞ。よーい。食べましたか？食べたら飲む。飲んだら食べる。違う。